随一、中心の七角形の穴が、開口開口とは、光学系において、光量を調整するために、光を吸収する、板状のもので光を遮り、光を一部だけを通すようにした穴のことである。アパーチャーとも言う。ND フィルターによる、光量調整と異なり、焦点距離との関係である、F 値や、開口数が変化し、被写界深度や分解能が変化する。開口は、 写真機や望遠鏡、光学顕微鏡などの光学機器において、光量の調節、分解能や被写界深度に影響を与えている。これらの機器には、開口を調整するため、通常絞りが設けられている。フィルムなどに結像させる場合、フィルムに当たる光量が多すぎると、飽和してしまって真っ黒になり、撮影できなくなることがある。デジタルカメラなど、 CCD イメージセンサーを用いているものでも、電化結合素子が飽和して撮影できなくなる。しかし、開口を小さくして、光量を減らすと、逆に感知できる式位置を下回り撮影できなくなる。開口を小さくすると、光の波長に少しずつ近づくため、分解能に影響を与える。開口を小さくすると、焦点距離と被写体の距離の誤差が現れにくくなるため、 被写界深度に影響を与える。ありがとうございます。